湖亭、清広津中山中屋安永9年3月12日は、江戸時代中期の日本の難画家、諸家、漢詩人。土佐国境町の豪商、阿波やの次男として生まれる。元の姓は、中山田氏で、高祖壁氏の子孫とされる。名は、小泉、土佐中、延べ延き、の字は、南寿元、小たち、のべ子は。幼名は松之助。 後に聖衛門。通称、阿波や聖衛門。号は、かや三人、岩瀬道人、宵い山く三人、よい、ぼくし、松石ひとしなど。かやは幼い頃より聡明で、儒学と漢詩を、藩樹、富永恵安に、小、細い光沢門人の赤方向に学ぶ。がは、南画の先駆者法上桃川に支持する。はじめとさで画塾を構え盛況であったが、 法暦八年に江戸に出て改塾。この頃土佐藩の御用絵師となる。法暦十一年には土佐藩より三人ぶを急せられ苗字立ては秋を許される。詩、書、画に優れ、また徘徊もたしなんだ。著名な文人仏閣と盛んに交流し、特に交流の深かった井上金賀の三、沢田上がの書、かやの画を合わせて、 三絶と評されるほど、江戸庶民の人気を得た。木村県足堂や浦上極堂などとも関係があった。多くの著作があり、広く読まれた。明和9年3月、火事で住居を失ったがこれをきっかけに、約半年をかけて、欧州に旅立つ。仙台、松島、平泉、山寺、木坂田、坂田などをめぐり、その記録を奥遊日録に表す。 この時旅先の各地で書画や詩文を教え多くの作品を残している。安永5年には熱海を旅し、その地方の風俗などを国名に記した熱海のりゆを表す。安永9年、土佐に帰る途中、大阪発の船中で隠し。去年64、精神病の発作が原因かと推定される。かは純筆料規定書を作成し、 画業で生計を立てられることを更新に伝えた。また、彼が江戸に南画を伝えた功績は大きく、門弟を通じて、やがて、谷文長が江戸南画を確立することになる。経算性教図、人物同尺が、山水画をはじめ、主事の画題に対して、初見を述べている。中山家ガタンケアバラ、吉川博文館1927年、昭和2年。 525から558ページ、ありがとうございます。